はい、えー、おはようございます。えー、今日は閣議が下流氏閣議だったものですからあの、今日は下流氏です。えー、っと、今日閣議の前にデジタル社会推進会議を開催して、デジタル社会の実現に向けた重点計画の改定案を取りまとめました。えー、今回の改定にあたっては、安全安心で便利な国民の生活、 事業者の活動に向けた重点的な取り組みとして、国民の多くの方に普及が進んでいるマイナンバーカードについて、利用機会をさらに拡大をする取り組みとともに、最近の一連の事案を踏まえた安全・安心対策をしっかりやっていきます。 デジタル臨調における取り組みをはじめとするデジタル改革と規制・行政改革、これを進めます。デジデンの実現に向けた取り組みを含む地方自治体、準公共分野の DX の推進、これも盛り込みました。また AI の利活用、それから G7 の国際的な 枠組みを見据えた DFFT ですね、データの利活用、これも盛り込みました。関係機関とデジタル施策の推進体制を強化するために、しっかりと連携をしていくということとしております。 えー、推進会議において総理よりマイナンバーカードの信頼確保重点計画の各種施策を着実に実行するよう、えー、指示があったところです、えー、重点計画につきましては9日に閣議決定をする予定でおります、えー、この計画を踏まえ各府省庁と連携しながら、えー、迅速かつ重点的に改革を推進していきたいと思います えー、マイナンバーカードのー事案の最新状況についてでございます。えー、とコンビニのご交付につきましては、えー、システムの停止をして、一斉点検を実施しております。えー、昨日までに123団体のうち118で点検が終了し、えー、今日2団体やっております。残り、えー、3団体で 今月の6月17日までに全て残りの3団体も点検が終了する予定です。あの住民の皆様には、えー、点検の実施についていろいろとご協力をいただいているところでございまして誠にありがとうございます。さらにあの富士通ジャパン以外のコンビニ交付サービスを提供している50社に えー、同じような事案が起きないかどうか調査をお願いをしております。j i s で、えー、内容を分析をしているところでございます。あのその中で、えー、これまで、えー、誤った内容の証明書が交付されたという事案があ,ありますが、えー、これはあのいずれも本人の情報で、えー、データが更新されたあものが コンビニ交付用のサーバーの情報が更新されていないというような事案で、個人情報が漏れたということはございませんでした、点検の中でそうした事案が確認されてきているところです。 えっと保険証につきまして、すべての保険者での点検を実施しているところで、ここの状況については変わりはございません。あの全保険者でチェックをした後と、j リスで紹介をしていくという予定にしております。 えー、公金受取口座につきましては、えーと、月曜日の午後5時の時点で、えー、1577の自治体から回答がありました。えー、引き続き15自治体21件のご登録というのが報告をされて、えー、おります。あのー、この中で、えー、今、デジ庁でも調査をしておりますが、公金受取口座に ご自身の口座の登録をお願いをしておりますが家族の口座などご本人でない口座を登録されている場合これ自治体などが給付をするときに本人名義でない口座には振り込むことができませんので給付が 滞るあの、遅くなるということになりますので、ぜひ、あのご本人の口座に登録の修正をお願いをしたいというふうに思います。あのー、昨日、メディアの報道で、えー、国税庁でも、えー、同じような口座の確認があったということで、えー、デジタル庁内の確認をしましたが、 2月に国税庁から還付金を振り込むときに、本人の名義でない口座が公金口座に登録されているという情報があったそうです。デジタル庁の中で情報共有がされていなかったということは、大変申し訳なく思っております。 あの今朝もう一度、えー、公金口座に限らず、えー、マイナンバー、あるいはマイナンバーカードに関する、えー、イレギュラーなあー事案のお報告を受けていないか、えー、再点検をするように、えー、命じました。また、イレギュラーな事案があった場合には、今後、すべての情報を直ちに大臣まで上げるように。 指示をしたところでございますあのデジタル庁では、えー、公金受取口座の登録の総点検をやっているところでございますがあの明らかに本人の意思に基づかずに他人の口座が登録された可能性が高いもの、えー、これの優先的な対応をすべく努力をしております。あのこの件ににつきましてはもう、えー近々に あのご報告をしたいといとう,うに思っておりま,すあのまず、明らかなご登録と思われる、明らかなご登録という可能性が高いものを優先をしようと思っておりますが、あの並行してご家族などにの口座に寄せた方は、あの ぜひ本人の講座に修正をし直していただきたいと思いますあの。ぜひそこはお願いをしたいと思っております。マイナポイントのご登録につきましては、総務省で前回の会見と同じ 97自治体121件を把握をしているところでございます。あの総務省において事案の精査をしてくれておりますが、申し込みができなくなった方々への対応をしっかりやってまいりたいと思います。マイナンバーカードを活用するサービスについて、ご不安、あるいはご不明な点がありましたら、マイナンバー総合ダイヤル0120-95-0178 012095 017895マイナンバーにお問い合わせをいただきたいと思います。えっと、私からは以上です。それではこれより質疑応答に入りたいと思います。ご質問のある方は挙手ボタンまたはチャットでお知らせいただき、ご指名させていただきますのでビュートを外してお答えください。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうかでは寺田様どうぞ。 すみません朝日新聞の寺田です。お願いします。はおはようございます。おはようございます。えっ、ー、と消費者大臣としてすみませんお伺いしたいんですけども、えっ、ー、と先週まとめられました物流の政策パッケージで、あの送料無料表示の見直しが打ち出されていました。これについてあの消費者庁の具体的な方針やあの検討の進捗状況を教えていただけますでしょうか。はいえっ、ー、と物流革新に向けた 政策パッケージ先週の金曜日の取りまとめでございますが、えー、物流に関しまして、えー、人手不足などさまざまな問題がございますが物流を持続可能なものとするために、えー、これあの消費者の皆様の意識改革も えー、お願いをしたいという観点から、その、今、えー、送料無料という表示が行われております。広告などで送料無料,無料という表示がありますが、あのー、これは別に、その、運賃をただで誰かが運んでくれているわけではありません。あのー、送料無料という表示が、 運賃料金が運賃かからないんだというような誤解をつながらない誤解につながらないようにしなければいけないということで見直しに取り組んでいきたいと思っておりますあのまず運送事業者の方々の要望をしっかり把握をしたいと思っておりますまたそれに合わせてあの通信販売業者などが 送料無料表示を行っておりますがその意図は何なのかということを把握をしたいと思っておりますまた実際には配送料がかかっているわけですから配送料がどのように商品価格に反映されているかこの仕組み実態を明確にする。 それから送料無料という表示を見直すと消費者事業者へどのような影響があるかというようなことをまずは把握をしたいと思っておりますのでえ関係省庁と連携をした上で消費者庁において運送事業者え荷主事業者に対するえヒアリングを,を始めてえいきますえどのような見直しを行うかということをきちんと整理をした上で えー、なるべく早く方向性を打ち出したいと思っております。ありがとうございます。そのヒアリングは今回はそのこれまでも公開などさまざまな対応されましたけれども、そういったものはご予定ありますでしょうか。えっとちょっと検討させてください。あのどのような形でやるのがまああの正直な本音を聞かせていただきたいというところもありますので。 あのどのようなやり方にするかはちょっと検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。すみません最後あの大枠としてなんですが、えっ、ー、とその送料無料の表示を見直す見直し、えー、消費者がその理解することで、まあ物流に対してどのような影響があるのか、まあ見直しの狙いというのをえっ、ー、と改めて教えていただけますでしょうか。はいあのー。 やはりこの物流業界、えー、人手不足というのも顕著になってきている中で、えー、やはり持続可能な物流というのが大きなテーマになっていると思います。そういう中で、あのー、消費者の意識も少し変えていかなければいけないのかなと思っておりますので。 えー、まずは、あの、それぞれの、事業者の話をじっくり聞いていきたいというふうに思っております。あり,ますありがとうございました。続きまして、N. H. K. 名護市様お願いします。あ、N. H. K. の名護市です。おはようございます。おはようございます。えっ、ー、と、先ほどの高級受け取り口座の件なんですけれども、2月にデジタル庁として発覚して以降ですね。どのような対応を取ってきたのでしょうか。はい、あのー。 さっきざっと確認をしました2月に、えー、国税庁からあの公金受取口座に還付してくださいという確定申告があった方がいらっしゃいますんであので、まあ、デジタル庁の方から公金受取口座を国税庁の方に、えー、情報連携をするんですが国税庁が還付をするときに、えー 本人名義と違う講座が指定されているものがあったという情報がデジタル庁に2月に寄せられていたということでございます。で、この確認ができないのかということに対して、本人,本人の名前が漢字で口座名がカナダということで確認ができませんという お答えをしたところで、デジタル庁の対応がどうも終わっていたようでございます。あの本来、きちんとここは問題として把握をして対応しなければならなかったところができてなかった、大変申し訳なく思っております。ということは、整、ま、理、あ、ですけど、把握した上で対策は何も打ってなかったとっいう認識でよろしいですか。 そそううううですすねあのそういいうこととなんだろうと思います今、もう少し、えー、詳しく調べているところです。えとこれが発覚して、まあ、今回これで発覚したわけですけれども、今後対応策として、どのようなことを考えていらっしゃるんで今、公金受取口座全体のご登録を精査をしているところで、えー、だいぶ数字的にも固まってきましたので、あのー ご登録と思われるものについてまず対応を行っていきたいと思っております。で、それと並行して、あのご家族と思われる、えー、同一の住所で名字が同じ方もそれなりにいらっしゃるようですので、まず、えー、ご本人名義に口座の登録を直してくださいというお願いを 広くこれから呼びかけていきたいというふうに思っております。あのその修正が終わった後で、えー、再度精査をして、えー、そこについて具体的にあの対応を取っていくことを考えていかなければいけないと思っております。 えー、ごめんなさい、何度もあの、家族名義で同一の住所で分かっているような人がいた場合です、ね、その個人に対しての周知勧告っていうのは何か行うんでしょうかいや、歴史上として把握しているだけだと、その後解決にならないのかなと思ってはいるでしもちろんこれ、本人口座に切り替えをしていただかなければなりませんので、あのこれはご登録ではなくて、えー、意図的にあのご家族の名義に登録をされてますんで、ご本人はお分かりだと思いますので、 あの修正をしてくださいということをこれから広くあの呼びかけていきたいと思っております。あの一定期間経ったところで、えー、まだ修正されていないものがあればそこに対して対応を考えていかなければいけないと思ってます。 かりましたあのごめんなさい、最後に1点、あの今、5000万件の高級受取口座の確認を進めているかと思うんですけども、ちょっとごめんなさい、あのの確認の方法ってどのような形で行っているのか、伺わせてくださいあのこれ、今、システムで同一口座に複数の名義が入っていないかというのを当てているところですわかりました、ありがとうございます。はいどうも ありがとうございました。続きまして、共同出崎様お願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。出崎です。今の関連なんですけど、えっと5日の国会答弁では、5月下旬の総点検の過程で把握したという説明をしていたと思うんですけど、結果的にその内部で情報が止まっていて、大臣も情,情報が来ていなかった結果、 そうしして誤っったた説明になまはい、あのー、その通りです。申し訳ないと思います。うす,みすみません。コンビニでのその12キロなどの、えー、ご交付の関連で、他の業者でも、えー、トラブルがあったような説明があったと思います。その部分、もう少し詳しく、どういう事例かを伺えできますでしょうかはい、あのー、 富士通ジャパンの場合には、えー、同時にいい申請がなされた時に片方を上書きして他人の住民票が発行されてしまうというような問題がありましたが、それ以外のベンダーは、例えば、 あの点検のあと、設定をミスしたりというようなことで、データの連携がうまくいかずに、最新の情報にアップデートされていない状態で申請があったときに、本人の古い情報が出てくるというケースが、えー、あったようですあの。今回の総点検の中で、それがどうも分かったということだと思います。 こちらはその規模感としてはどのぐらいなんでしょうか件数でしたり、時期でしたかえっと、7つの自治体とだと思います。ますありがとうございまありがとうございました。続きまして、毎日の後藤様お願いします。あえっ、ー、と、毎日新聞の後藤です。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。 おはようございます、えっと、イレギュラーな情報を大臣に直ちにあげるように指示したという話がありましたけれども、まあ、これってあの逆に言うと、今までそうした指示をされてこなかった理由というのは、どういうところなんでしょうかあの。イレギュラーな事象は直ちに上げろという指示をしていたんですが、あの過去遡って、えー、イレギュラーな事象があったら直ちに上げろという指示をしていたんですが、あの今回の国税庁の案件が上がってきてませんでしたので、 もう一度あの、過去のメールなり何なりをきちんと総ざらいをして、えー、イレギュラーなものを直ちに上げてくれという指示を再びしたところですあそもそもしてたけども、今回の国税庁の件に関して、改めてそういう指示をされたって、そういういい理解でよろしいですか、はい、本来、前回の指示の時に、これも引っかかってこなければならないものだったのが、上がってきておりませんでしたので。 あの再度、あの遡って、見るようにという指示をいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。えー、続きまして、日経上田様、お願いします。日経新聞の上田です。はい、おはようございます。おは,ますおはようございます。あのちょっと、繰り返しの点、かつ細かいところで恐縮なんですけども。あの、日曜日の朝に報道が出てですね。あの、この、えっ、ー、と、家族名義の登録の件なんですけども。 でまあ、あの日曜日の朝のテレビ番組とかですね昨日の国会でもこの件、研究されていると思うんですけども公金、まあ、受け取口座のこうご登録が発覚してでその総点検の中でこう、えー、その家族名義の総点検の中でこう家族名義の誤り別人に登録しているという例が見つかったというふうに説明させると思うんですけども その時点ではあの、国税庁からの報告が2月にあったということは、大臣は認識されてなかったということなんでしょうかあの担当者以外はどうも認識が分かりました、まあ、その間、また新しい報道が出て、大臣も知るところになったということでよろしいでしょうかはいあすみません、ありがとうございました。 ありがとうございます。続きましてテレビ朝日佐藤様お願いします。あ、佐藤さんお願いします。すいません、よろしくお願いします。聞こえますでしょうか。はい。おはようございます。 私も同じ、はい、家族名義の口座登録の件なんですけれども、先ほど大臣、一定期間たったところで修正されていないものがあれば対応をということだったんですけれども、現状、お願いベースで本人口座にということだと思うんですけれども、これ、修正されないままだった場合に、例えばその本人口座の紐付けが解除されてしまったりとかっていうことがあるのか、それとも今あるのが結構、子どもさん、赤ちゃんの 口座とかがあの親御さんになってたりというケースがあると思うんですけれども、これはもう子ども用の口座をあの作るしかないということなのか、そのあたりも、えー、改めてあの国民の方にご説明いただければと思います、はい、あの自治体がさまざまな公的な給付をするときには、この本人の名義の口座であるかどうかということを確認をいたします。またあの国税庁が え税金の還付をするときにも、あの本人名義の口座であるということを確認をして、えー本人名義に、本人名義の口座に振り込みをすることになりますので、これあの、例えばお子さんの口座を、お,お,お子さんの名義でない、親御さんの名義の口座にあの、お子さんを紐付けをしていると、 給付の段階で本人名義でないということで給付が止まって確認をしなければいけないということになりますので給付が遅れます。あの公金受取口座のメリットを生かすことができなくなりますのであのお手数ですがこれはあの本人名義の口座に紐付けを付け替えていただきたいと思っております。であのこれはご登録ではなくてご本人が あの意図的にやられたわけですからあの、ご本人は多分把握をされていると思いますので、えー、家族名義、家族の紐付けを、家族の中の誰かの名義の口座に紐も付けた場合は申し訳ないんですが、お手数かけますが、ご本人名義のものに付け直しをしていただきたいと思っております。 確認ですけれども、付け直ししないまま放置というか、そのままにしておくと、これ、何かこうペナルティ的なものっていうのは、あの交付が遅れる、給付が遅れるということ以外に、何かあるんでしょうか、その先ほど大臣がおっしゃった対応っていうのは、どういったところなのか、もし現時点であれば教えてください、はい、あの特段、すぐに何かペナルティということではありませんが、公金口座のメリットを生かすことができなくなりますので。 なるべく早いいいい段階で修正をしてたただきたいと思いますまたあの、ご登録でそうなっているケースもひょっとするとあるかもしれません、まずご家族の口座を直していただくことで、この本当にご登録になっている方がいればあの、そこも浮かび上がってくると思いますので。 えー、そこはデジタル庁の方でまたご本人にご連絡をしていきたいというふうに思っておりますありがとうございました続きまして時事通信森様お願いします失礼します時事通信の森と申します聞こえておりますでしょうかはいおはようございますおはようございますすみません私もあの国金受取口座の家族名義の登録の関係でお伺いしたいんですけれども 先ほどあの税のカンプに伴うその国税庁から報告があった事案について大臣の方から冒頭ご発言あったかと思うんですが、これは2月にこのデジタル庁があの認識した時というのは件数としては何件ほど認識されていたんでしょうか。はい、あの2件というふうに聞いております。ありがとうございます。関連でもう一個ご質問させていただきたいんですが。 このあの先ほど大臣も担当者レベルのまあ認識にとどまっていたようだというようなご発言されたかと思うんですがこれはいわゆるデジタル庁の幹部も2月には認識してはおらずあの大臣と同じタイミングで昨日委員会でご発言がありましたように総点検の過程で各地したというような形になるんでしょうか。どううもそのようですあの2月に国税庁から えー、問い合わせがあったときに漢字名義と仮名義なので、えー、機械的に突合はできませんという返事をどうもしているようだとあの報告されています。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました、えー。他に質問はございませんでしょうか。はい。では以上をもちまして本日の閣議記者会見を終了いたします。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。